さあ、ちなみにね、次の試合は合宿さんとヘキサメチェン、右側がマグオサガットとマサトゥーサガットの対決になってますよ。さあ、右側試合をスタートから、まず開幕波動のチェイン、ダイヤス差し込んだな、梅原勝利、くっちり落とし。さあ、大きじめ警戒、アシア戦区、これ裏見に出るが、さあ、ジュジーと悲しい詰める、中足押し返す、さあ、すかした中足をヒット、ダイヤス切り返し、画面に散れたか、走り追い込むは74号機。さあ、波動を見てからとっさの EX、 ここで相打ちを取りに行く、体力が並んでる、シャドウ。さあ、かなりここはお互い苦しいところ、勝利が残る、ちょっと強気に行けなかった、そして残りワンボット削りに行くのをどうする選択肢ですか。さあ、リュウガは上り台キックとわずかに届かず、ラウンド取るわ。さあ、ゴーキ側ラウンド2開幕、ちょっと100キささっと開幕からワンコンボをスタート、マシン追い込んでの竜巻勝利、セットプレーは投げ、セリッティ。さあ、ここはきっちり下がって様子を見たかった動きが飛び込みを食らってしまう。波動は通って、さあ、裏に抜けた。さあ、お互い一瞬暴れが怖い選択肢、残空つぶってからこちらもユクショリュ、飛びはきっちりタイミングが噛み合っている。ラウンド取り返すは梅原龍。さあ、クビアさんのベガーが勝利しております、ベガ対決。さあ、お次は、合宿さんのバイパーがワンピー側、ヒクサビ1年アベルがツーピー側です。合宿さんはワンピー側スタートをしなさいね。さあ、こっちは合気流、タイが若干龍側が押して、そして画面端勝利を打たず、着地に投げを合わせる、ダメに切り替わって中央を戻る、波動波動。さあ、これは厳しい動きか、竜巻ダメージ出しするも波動をかわしきれず、勝ったのは梅原龍。さあ、お次こちらも呼び出しましょう、ワンピが奥ですね、孫さんの